はい、おはようございます、竹人です。今日がベトナム最終日でございます。朝、早起きしてホーチミン廟に行ったりとか、観光をですね一通りしてチェックアウトして空港に向かう予定だったんですけど、昨日の夜7時ぐらいから猛烈に調子悪くなってきて、気持ち悪くて、で昨日はもう結局、夜ご飯も食べずに寝てしまったという感じです。で朝起きてもうあんまり10分に1回ぐらい起きちゃうような感じで、ずっと調子悪くて、で朝早く起きてもうちょっとホーチミン廟行こうとかいろいろ思ってたんだけども、全部観光はキャンセルしました。であと1時間ちょっとでホテルをねチェックアウトして空港に行かなきゃいけないんですけど、今もうめっちゃ調子悪くて、今やっとこうベッドから起き上がったっていうレベルなので、ちょっとね荷物今散らかってるんで片付けて用意して行こうと思います。すっげー調子悪いです。はい、それでは準備ができましたので空港に向かって行こうと思います。ということで空港ノイバイ国際空港に着きました。日本のなんだっけ、どっかの会社が作ったんですよね、これすごい綺麗ですね。全面ガラス張りでおしゃれな感じです。ちょっと中入ってお土産とか買ってさっさと調子悪いんでチェックインして椅子に座ってようと思います。はい、ということで無事に戻ってまいりました。絶不調ではありますが、今日はいくつか観光しようと思ってたホーチミン廟とか行けなかったので、またちょっと機会があれば行きたいなと思っております。もう調子悪いんで帰って寝ます。はい、ということで SFC 前の修行の旅第4弾、ベトナムから帰ってまいりました。結構ね、なかなか楽しい旅でしたね。ただちょっといくつか問題があって、雨が降りまくったのと、私がねちょっと食べ物で当たって、もう最後の日の前の夜から最後の日がグダグダで、ちゃんと観光がしきれなかったというところが私としてはちょっと悔いに残っているところなので、ベトナムまたちょっといずれ行きたいなと思っております。本当に人もねみんな性格良かったし、すごくいいところだなと思いました。さすがにハノイのねぼったくりタクシーには私すごい頭きちゃって、ちょっと運転手さんと口論になったりはしましたけど、まあ総じていいところだったなって感じです。でご飯もとっても美味しくて、日本人にはすごく合うし、いい国だなって感じがしました。治安もほどほどいいしね、そんな感じです。で SFC マイル修行の結果、ここのベトナムまで終わった段階はこんな感じでございます。
はい、ということで、ブロンズになりまして、あと1万5000ぐらいでいよいよプラチナが見えてきたという状態になっております。なんでね、このまま引き続きぶっちぎってね、プラチナまで行きたいなと思っております。はい、ということで今回の動画で SFC マイル修行の旅第4弾は終わりになります。第5弾の方楽しみにしていただければなと思います。今日の動画良かったなと思ったら高評価、それからこれからも私の SFC マイル修行の旅含めて動画見たいなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。Thank you.